時は戦国、玄馬を操り天下を手中にせんとした織田信長。しかし信長は鬼の意志を継ぐ鬼武者たちに討たれ、燃え盛る本能寺に消えた。そして日本を蹂躙していた玄馬の軍勢も信長の死とともに伊豆国家へ姿を消していった。信長亡き後、その重臣であった豊臣秀吉によって天下は統一され、長かった戦乱と混迷の時代にようやく終止符が打たれたかと思われた。だが1596年6月29日、突如として天空に禍々しき輝きを放つ妖精が現れると、その日を境に天下人となった秀吉は豹変し、再び日本は乱れ始めた。度重なる大陸への派兵、そして殺戮、イスパニア船サンフェリペ号の捕獲と乗員の殺害、異国人の追放、そして宣教師たちの処刑、豊臣政権下での相次ぐ粛清の嵐、そして時を同じくして京伏見では大地震が発生し、それを皮切りに日本各地でも天変地異が頻発、国土は瞬く間に荒廃していった。そして人心の乱れに呼応するかのごとく、日本各地で再び玄馬が姿を現し、人々を殺戮の恐怖に陥れようとしていた。1598年、その混迷の世を嘲笑うかのように天空の妖精は輝きを増し、今何かが帯同しようとしている。